皆さん、こんにちは。今週もまた、ギブギブギブの番組の時間が始まりました。パーソナリティの、伊藤奈恵と申します。今週もお付き合いの方よろしくお願いします。今日はですね、4月の20日、まあ土曜日ですけども、もう沖縄、もうとても暑い時期になっているかと思うんですが、今日は我々はですね、関東の方で、東京の方で収録してますので、東京はですね、実はですね、まだ寒い日ではあるんですが、今日はもう内容盛りだくさん熱い思いで皆さんにお届けしたいと思いますので、皆さん最後まで聞いていただけるといいかと思います。はい。で、今日はですね、実はですね、前回別の私の先輩のラジオパーソナリティの松山さんの番組に出ていただいた、方をまたご招待させていただいています。その理由はまた後で話しますが、浅見由美さん、前回聞いていただいた方もいるかと思うんですが、今日も再び浅見ゆうさんに来ていただきましたので、浅見ゆうさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お忙しいところお越しいただきましてありがとうございます。こそお呼びいただいてありがとうございます。さっきちょっとフックかけさせていただきましたので、そのフックの部分もね、はい、せっかくなんで触れていきたいと思いますので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、前回ね、松山さんの番組を出ていただいたとは思うんですが、ちょっと重複する場面は、あると思うんですが、最初ですね、あの時多分聞いてない方もいらっしゃるかもしれませんので、浅見由美さんの自己紹介ですかね、を簡単にできたらというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます。私、浅見由美と申しまして、今質問からいただいたんですけど、私もちょっと質問でして、今働いてる人口に対して、起業してみたいなと思ってる人って 50% いるらしいんですね。おー、50%。はい、結構な人数の方は起業したいと思ってるのに、実際起業できてる人は何パーセントでしょうかっていうのをぜひ聞いてみたいんですけれども。視聴者皆さん何パーセントだと思いますか？50%、25% とかいう方が多いですかね。大体その辺なんですけど。私答えていいんですか？ぜひぜひ。10。10。はい。どうでしょう。ちょっと絶妙なところですけど、答えは 3% なんですよ。すごい少ないんです。そうなんですね。もう 10% とかもそんなとこまでいかないですね。全然 3% で、97% の人がなんか何らかの理由で諦めてるらしくてですね、日本の働いてる人口の方は。そうなんですか。はい。非常にもったいないなと思ってですね、そういうの。そうですね。はい。なので、せっかくだったら、その思いがあるのであれば、一緒に起業していきましょうということで、はい、伴走型で起業コンサルをさせていただいている浅見由美と申します。お願いします。はい。なかなか面白い切り口で最初は来ましたね。質問させていただきたかったですね。じゃあ、はい、いただけたんで、また続けていただけたと思います。はい。はい、でも、起業って言ってもいろんな起業のスタイルがあると思うんですけれども、私が一緒にサポートさせていただいているのは、知識とか経験とかスキルをマネタイズしていきましょうっていうサポートさせていただいてるんですけれども、私がもう10年以上教育業界にいたので、そういった専門スキルとかをですね、マネタイズしようとなった時に、やっぱり先生っていうポジションで起業される方が非常に多いので、一緒に、教材であったりとか、研修とかセミナーの内容を構築していきましょうっていう、01で商品を作りましょうっていうサポートをしております。先生業の方が多いってことなんですね。はい、非常に多いですね。先生業だけですね、むしろ。はい。そうなんですね。その 3% の中にはもう大多数が、はい、先生業の方もたくさんいらっしゃると思う。もちろんその中には、はい、物販の方とかもたくさんいらっしゃると思うんですけど。はい、はい、はい。私がサポートして。今は、資格持っている方とか、はい、あとで、はい、例えば、ピアノの先生とか。そうですね。ピアノの先生、占い師さんとか、最近ですとコーチングの先生とか。多いですね。はい。コーチング先生ですね。はい。聞きますね。コーチング増えてますね。そうなんですね。なるほど、なるほど。じゃあ、そこにね、至った背景って多分いろいろあるかと思うんですけども、はい。過去いろんな経験の中で、皆さんが支援していきたいっていう、なんかきっかけになった多くのことは、なんかあったりするんですか？はい。そうですね。先ほど一番最初にお話しいただいた他の番組でも、少しお話ししたところにはなるんですけれども、私が30になってすぐにですね、がんが分かって、病気をしたので、
まあ、それが一番のきっかけであって、それまではもう普通になんとなくで会社員をしてたんですけど、あ、はい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 、なるほど。初めて病気になってもしかしたら死ぬかもしれないってなっても、初めての手術台の上で人生後悔したんですよね、はい、私こんなんでよかったのかな、このサラリーマンずっとやってたのが私の夢だったかなとか。あ、そうだったんですか。もうちょっと自分の経験とかスキルで貢献していくことができればもっと楽しいんじゃないかなとか考えたのが始まりでしたね。あ、その、まあ、入院、まあ、手術される前はサラリーマンで、はい、お仕事をされてたと。そうですね、何も考えずに普通にサラリーマンをして課長とか部長になれたらいいなぐらいな。あ、なるほど、はい、なるほど。こうね、聞いていらっしゃる方は多分学生の方もいるかとは思うんですけども、多分最初皆さんね、こう会社に入ってって方が多い中で、うん、まあそう何かこうきっかけがあって、あ、自分を見ようっていう、はい、まあ、思ってあると思うんですよね。はい、そうですね、うんうん。うん。そういったね、やっぱ大きなね、重い病気を持ってて、手術されて、その後に問題はないんですか？はい、そうですね、大丈夫です。はい、ああ、そうですか、そうですか。はい。はい。まあそういったね、思いながら、こうね、皆様にこう、ね、支援をさせていきたいっていう、ね、すごいね、はい、当て思いはあるんですけども、はい、の今の事業をこう、はい、どこに持っていきたいとかっていうのがあるんですか？そうですね、事業、まあ、私の思いとしてはやっぱり、あの、自分の人生を謳歌してほしいなって、ビジネスを謳歌してほしいなっていう思いが多いので、はい、まあ、私自身がなんとなく大学を出て、はい、みんなが会社になるのが当たり前の日本の中で、私も当たり前のように会社になったんですけど、はい、なんかもともと本来自分が起業したいと思っていたのを忘れてまして。ああ、なるほど、なるほど。はい。多分今ちょっと学生のお話がありましたけど、まあ、学生さんであったり、もう社会人になった後とかでもいいんですけれども、自分を見直すきっかけっていうのをどんどん作っていくことで、皆様、キャリア作りっていうところを、謳歌していければなと、そういったところをサポートしていければなと思っておりますね。その時に何かこう、まあ、はい、棚卸しを自分の、こう、したと思うんですけども、はい。結構には時間かけたんですか？はい。すっごいかけたように思います。私、はい、1年以上かかったのかなって思いますね。自己棚卸し。ああ、1年、はい。自己棚卸しの一番肝と言いますか、大事なところは自分一人で絶対にできないので、はい。はい。はい。自己棚卸するには、他人から見た私ってどんな感じなのかなとか、そこを一番見ていくのが大事でして、はい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 、そうなるといろんな方にお会いして、いろんな方にご意見いただく必要があるので、すごい時間かかりましたね。なるほど。はい。かけてやってらっしゃるという。そうですね。いや、実はこう、リスナーの方、こうね、暴露するわけじゃないんですけども、私も浅見さんと同じですね、某ビジネススクール、獅子獣と呼ばれるところを通ってまして、3万字の自己棚卸しを。ああ、はい。3万字ですよ。3000じゃないですよ。はい。はい。桁1個目ですよ。はい。で、それって自分のことを書くだけじゃなくて、なんか、があって、メンバーの棚卸しの文章を読んで、はい。いいとこ丸つけるとか、いう作業が、ね、あったりしますけども、はい。他人に見てもらうっていうのは、はい。よくやっぱり大事ですよね。非常に大事ですね。はい。まあ、そういうふうにかけてね、はい、やってらっしゃるっていう話は、まあ、私はあの時1回だったんですよね。はい。まあ、ちょっと伸ばして2回だと思うんですけど、はい、やれてなかったんで、はい。改めて、また、自己棚卸しを誰かに見てもらおうかなっていうふうに、思いました。あ、はい、ぜひぜひ見せてください。はい。はい、今実はあの後ね、膨らませて4万字になりました。おー、すごいですね。はい。まあ、貴重なね、自分の中の財産になってるので、はい、ああ。皆さんもね、まあ、就職活動の時に、実はあれがやれたらいいなぁ、と私、思ってたけど、まあ、そこで何も書けなかったとは思うんですけど、はい、うん、まあ、皆さんもね、何かこう、見ていただいて、獅子塾っていうところを検索すると出てきますので、はい。はい。うん、はい、大事そうですね。棚卸しも非常に大事ですし、はい、はい。やっぱ学生の時やらないですね。自己棚卸しっていう私もやらなかったですし、自分も本当に志持ってどこを大事にして生きていきたいかみたいなところも見えると思うので、はい。はい、それが分かれば、キャリア作りなんてやりやすいというか、はい、キャリアの軸にぶれなくなるのかなって気はしますね。今、このね、自己棚卸しの話をしたと思うんですけども、今度、ね、はい、お客様、まあ、その信用の方が多いとは思うんですけど、その方とこう、はい、お話するときに、なんかこう、はい、ご本人の棚卸しに迫る部分って、ばーって言うんですよね、はい。そうですね。はい。なんでそれをやれたのかとか。はい。はい。
それのこのなんか切り口のやり方ですかね。そういうのがもしなんかこうヒントになるのがあれば教えてもらいたいなと思うんですけども。はい。そうですね。私自身がポジティブ心理学をベースにしたコーチングっていうのを使いながら一緒にあの商品作りっていうのをやってるので、まあ、その一番最初に行う自己棚卸のところも、はい、この言葉を投げかければこの方からあの思いとか考えっていうのを拾いやすいのかなっていうのはやっぱりコーチングの質問っていうのがありまして。ああ、そうなんですね。はい。なので、まあ、私が一緒にパートナーを組んでやらせていただくときには、ちょっと突っ込んだコーチングの角度からの質問をさせていただいたりとかして。はい、あ、そうなんですね。はい。非常に深いところまで深掘っていきますね。それも何かパッケージされたもの、まあ、もともと教育業界ご経験ということなので、そういったパッケージ作るのはもともと得意だった。そうですね。もともともう10年以上やって、もう50社以上の。はいはい。講座とか、まあ、セミナー研修ですね、作ってきたので、なるほどですね。はい、そのノウハウをお伝えしながら、コーチングも使ってというところですね。ああ、はい。を使って、まあ、これからいろんな、ね、方と接する場面増えると思うんですけども、なんか、はい、かけてる、その、やり方があったりするんですか？例えば、その営業、まあ、セミナーを開いたりとか、はい。そういったなんか動画撮って、したりとか、あと本書いたりとか、いろいろあるかと思うんですけども、なんかどんなことになるのかなと思いまして、はい、はい。そうですね。まあ人によって向き不向きがあったりもするんですけど、はい、ちょっと目立ちたいなと思っている方に関しては、講座型の先生っていうスタイルがいいのかもしれないですし、はい、ちょっとやっぱり恥ずかしいです。ちょっと前に出たくないですっていう方は、研修型の方が向いていたりとか。なるほど。はい。人によって振り込みの方向が違ったりするんですけれども。はい、はい、はい。はい。だからコーチングで、例えばコーチングとかだと、ワントゥーワン、ワンオンワンのスタイルでやるのが基本のスタイルですけれども、はいはい、それを一体一体にするだけでもスケールアップは全然できていきますし、はいはいはい、どん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 お客様のためになることをスケールアップできれば、お互いにとって嬉しいことなのかなと。あ、そう、はい、そうですか、そうですか。実は私ですね、ちょっとした安直メモがありまして、はい、アミさんがですね、4月の、はい、20日 ?29 日か。はい。になんかセミナーを。ああ、23日ですかね。はい。という話も聞きまして。はい。おそらく、その、一つのきっかけなのかと思うんですけども。はい。どんなことをやられる予定なんですか？はい。そうですね。アミさん、今お話しいただいたアミさんと4月の23日に、浜松町で、はい。はい。コーチングってどんなことみたいな、私の強みとかって深掘りできるのとか、今そういった棚卸のところですね、もうちょっと知りたいっていう方向けに、はい、こういった、あれですね、ラジオの方ちょっと見えないのであれですけれども、はい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 、トイラボっていうカードゲームみたいな、はいはい、コーチングカードゲームみたいなのがありまして、はい、まあ、この中に、まあ、よくコーチングで使う質問ですね、はい、ぶっちゃけどう思ってんのみたいな。おー、なるほどなるほど。こういう悩みがありますって言ってる方に対して、え、ぶっちゃけどう思ってんのみたいなことをコーチングではよく言ったりとかするんですけど。ああ、なるほどなるほど。はい。そういったカードを使いながら、まあ、自己棚卸であったりとか、自分のことを知るっていうきっかけですね。あ、そういった場を持たれればと、はい、23日に予定しております。だから今聞いただけでも、お、なんか、自分のこと言われてんなっていうふうに聞こえて、どう思ってんのなときに、今、知ってる自分がいるなっていうのが。はい。ああ、ありまして。じゃあ他にもそういった問いかけがあるんですね。そうですね。たくさんの問いかけがあるので、うん、どん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 その方の思いというのを深掘りしていって、なるほど。あ、自分ってこうだった、こういうふうな考えだったっていうのを分かるっていうタイミングにできればなと思ってますね。ああ、じゃあちゃんとチラシもしてくださるいい、ね、あの場になりそうですね。そうですね。カードゲームなので、気楽にワイワイしながらみんなで楽しむことができるので。なるほど。あ、はい、じゃあカードゲームになってるんですね。そうですね。なるほど、なるほど。それなんか面白そうですね。はい、うん。実際に私自身が受ける側を体験したんですけど、はいはいはい、はい。普段は私がやる側なので、コーチングとして、はいはい、受ける側だとすごい面白かったですね。はい、カードゲームですし、気楽で。なるほど。はい。それは、あれですか、チームでこうなんか何人か集まって、はい、いや、それともこう講師1人の生徒がまあ 4,5 人っていう、どんなスタイルの？そうですね。それあの講師といいますか、コーチ役の方と、コーチ役、はいはい、コーチ役の方と1人、悩み相談の方がいらっしゃって、うんうん、まあ、5人ぐらいですかね、チームに分かれて、あ、なるほど、お悩み相談だけが1人、残りの方がコーチされる方、あ、で、はい、カードを使いながら、その方のお悩みに迫っていく
追求していくというのなんですけど、コーチングの質問ってちょっと人の心理とか内面に入っていく質問が多くて、ぐさってくる方が多いんですよね。あえてカードを使うと、いや、私じゃなくてカードが言ってますよ、みたいな。手でやれるので。なるほど。じゃあ、講師のコーチングにすると。コーチングですね。あ、なるほど。時間はどれぐらいでやるものなんですか？時間はそうですね。このゲーム自体は15分から30分ぐらいでできるかと思いますね。あ、なるほど。はい、じゃあそれを引き出してもらって、まとめて、フィードバックしてっていう形に、ね、はい、はい、なっていく形ですね。そうですね。はい。あ、これね、4月23日、このね、動画、4月20日に流れますけども、はい、23日、はい、あれですか、殺到された場合は、また次回の予定とかあったりするんですか？そうですね。定期的に実施していければと思っております。なるほど、はい。ちょっと直前の案内で大変恐縮であるんですけど。あの、他の日もね、はい、あるって話だった。ぜひぜひ。ぜひですね、皆さん、出ていただいて、はい、楽しいの深掘りですかね。そうですね。本当にそれでなんでやりたいのかとかね。はい。吐き出してもらえるといいのかなと。はい。きっと楽しいと思いますね。はい。まあ、そんなね、多岐にわたって活動されてるね、ゆみさんですけども、結構ね、他にもいろんなね、こうイベントね、やってらっしゃったりとかね、しますけども、はい、そういったこう、はい、まあ、先生の方をこう、講座作り上げていくっていうお仕事もさておき、結構ね、プライベートに結構いろんな交流会にも参加されてるなっていう印象を受けておりますけども、はい。それも結果的にやっぱり、ご自身のビジネスにつながるものなんでしょうか？そうですね。やっぱりそこに、もうちょっとビジネス作りをしていきたいという方がいらっしゃいましたら、サポートもしたいですし、あ、なるほど、私自身、はい、はい、思いますし、はい、そのイベント自体、人が集まってワイワイするっていうのは、はい、まあ、それだけで楽しいんですけれども、はい、自分を見つめ直すきっかけになったりとかするので、はい、やっぱり人様と話すと学びが多いなとは思いますね。まあ、ね、不思議なもんですよね。一つのね、こう同じテーマで集まってるから、まあ、そこに親和性が生まれるんですよね。はい、そうですね。もうおっしゃる通りで。ね、まあ私だと野球とか、うん、まああるんですけども、うん、まあお酒でもね、全然ね、構わないし、まあワインとかね、日本酒とか、あと寿司とかね。いいですね。例えばね、広がっていく。はい。はい、ことって多いですね。はい。そうですね。はい、テーマが、やっぱコンセプトが整ってれば同じ思いの人が集まるので、話の深みが全然違いますよね、その場で。あ、そうですよね。うんうん。いやで、先般ね、私、いちごのイベントね、やったんですけども、はい、まあ、ゆみさんもね、そうでした。はい。日本酒のね、はい、イベントをね、やってらっしゃったりするので、はい、だからね、コラボレーションしたら面白いなって、こう、はい。突然思ったりはしてますけども。いや、美味しそうと思って、私、すぐそれをお話聞いた瞬間に、いちごのカプレーゼを思い出したんですけど、はい、おー、はい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 。いちごのカプレーゼ、すごい美味しくって、この時期しか食べれないので、大好きなんですけど、はいはい。はいはい、はい、なんか泡ワインとかと合わせたらすごい美味しいなと思ってすごい妄想してました。組み合わせいろいろねありますね。はい、そうです。デザートだけじゃないイチゴっていうのが、そうなんそうなんそうなんす、はい、ね、結構イチゴも意外とこうアルコールにあったりとかにしますからね。うん、はいはいはい、いいですね。そういうどんどんイベントとかも企画も増えていくと、その分人とのつながりもできるので楽しいなと思いますね。ああ、そうですね。人と人がこう繋がっていく瞬間っていうのは本当不思議なもので、うん、はい、5、6人につながると、あ、こういう人に会えるんだとか、っていうのってありませんか？はい、あ、そう、なんか6人の法則みたいな話を聞いたことあるんですけど。6人の法則、はい、6人こう繋がっていくと、まあそういう期待してる方に会えるっていうものでしょうか？そうですね。6人。最低6、はい、最低6人みたいな話を聞いたことがありますね。最低6人なんですね。はい、近々ね、そのなんか6人目に会えた方ってどなたかいらっしゃったりするんですか？はい、え、6人目、そうですね、難しい質問ですけど、誰でしょう。これちょっと2人をティーアップしちゃってる話になるんですけど、はい、浅見さんと私のこの、初見はこういろんな方がつながって、はいはい、まあ、5、6人目、5人目なのかな、はい、なんですよね、その私に属してる、うん、まあ財務セミナーだったり、さっきの獅子塾と呼ばれるものだったり、はい、全然規模ね、違うので、こう多分何も活動しなければ、多分接点なかったと思うんですよ。そうですね、もう本当、その通りで、うん。うん。で、何かこう活動されて、はい、共通の知り合いが出てきて、
まあ、ちょっと聞かれたんで、まあ、ちょっと、興味持ったっていうのが、そうですね。はい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 、まさにその通りですね。4人目ぐらいにして出会ったので、はい、直接ではなかったので、はい、そういった意味では面白いご縁になりました。ああ、そういう意味ですね。はい。はい、大沢金金の伊藤直也さんがこの角度から出会えたのか、みたいな。そうですね。リスナー方、実はね、私、サブローとも呼ばれてて、はい、多分、ゆりさんはね、サブローっていうイメージはね、ある一方で、はい、別の知り合いは伊藤直也でしかないので、はい、共通にならないんですよね。そうですね。つながりがなかったんです。つながらなかったんです。私の中で。一体何者なんですね。はい。ことがあって。まあ、仕掛けたわけじゃないですけど、たまたまなんですけど、はい、そういったね、やっぱり人と人のね、出会いってすごく、はい。はい。そうですね。ね、ありますし、まあ、その、来週出る方も、そのつながりで、はい。まあ、つながった、まあ、弁理士の先生だったりしますので、はい。まあ、その本当に面白い縁をね、こういただいた、だかなって、こう、改めて、はい。ねはあ、すごい、やっぱご縁大事ですね。ねまあ、コロナがはけた今だからこそ、はい、リアルで会うっていうのもすごく、はい。な、はい、うんね。そうですね。いではい。はあ、まあ、じゃあ、リアル、はい、いいですよね。で、交流会結構幹事とか、そういった中心人物になる場面ってあるんじゃないですか、はい、ですね。多いですね。私が企画で立てる方が多いので、あそちらがお呼びいただくよりも。今いくつぐらいちなみにそういった、まあ、幹事というか立ち上げというかやってらっしゃるんですか、はい、そうですねこれ私が幹事ってわけではないですけどはいはいまあ、ネズミの会とかですね、ネズミの会ってないですけどネズミはい、はいまあ、ネズミ年の経営者の方々でみんなで集まってお酒を楽しもうよとかその場で交流してなるほど、まあ、皆さんがネズミ年プラス経営者っていうだけであ、はいはいまあまあ、すぐに気心知れてお話が結構膨らむんですよね。ああ、はい、同じ世代あれですか同じ世代だけなくそうですね同じ世代同じ年のネズミですね、はい、ああそういうことですねなるほどなるほど、うん、あでもネタは合いますよね同世代ということでそうです ね, あるあるね一瞬でつながります、はい、あそうですよね、うん、まあ年齢は聞きませんけどもはい、あ私も、まあ、虎年でして、今年50なんですけど、はい。まあ、松井秀喜世代って形という勝手に呼んでますけど、はい。やっぱりこうね、甲子園でフォアボールね、連続、はい、イメージがやっぱあるので、それでやっぱネタにはね、はい、とかね。うん、うん。はい、あ。野球好きになっても、はい、あ、なんか知ってるよとかね。はい。すごく一気にこう、親近感も、ねうんうん、はい、あうん。そうなんですよね。その同じ虎年でも、さっきの話で6人繋がったら、もしかしたら松井、劇につながるかもしれないですし。ああ、そういうことです。はい。なるほど、なるほど。もしかしたらあるかもしれないですよね。私だったら白鸚とか。ほう。はい。ちょっと年齢が一緒でバレますけど。ああ、気になったでしょ。あ、なるほど。特につながれば。はい。はあはあはあ、面白い出会いになってくるのかもしれないですね。うん、そこをゴールにしてから逆算で、こう、行く感じなんでしょうね。そうですね。はい。まあ、こう、自分の中でこう考えていくっていうことなんでしょうかね。はい。あは。これってなんか仕事でもとても大事なことなんですませんね、うんここ。非常に大事だと思います。見定めてから、じゃあどうやったらいいのかっていう。はい、うん。その辺の交換してね、やってらっしゃるんですね、はい。まさにそうですね。目標達成するためにはどういうふうにしようかっていうのを一緒に立てていきますね。ああ、ここね、リスナーの方も、YouTube 聞いてる方もね、なかなかね、こう、目標を定めない方いらっしゃるかもしれませんけども、こう、思い切ってね、こう、弊社に飛び込んでいただいて、自分のね、話をいただいて、何を聞きたいのか、というところをね、一緒に考えていただくのもいいのかな、というふうに、ちょっと、感じたいであります。はい。はい。そう。まあ、そんなさなかでですね、実はですね、本当にね、もう、残り時間わずかに、おお、あっという間ですね。早いんですよ、早いんですよ。はい、あ。模様ね、盛りだくさんなので、またちょっとね、はい、パート2という、また、どこかでまた出ていきたいと思うんですが、ちょっとね、時間もなくなってしまったっていうのもありますので、はい、今日ね、これだけは伝えたいということが、ありましたら、ぜひ最後の、はい、思いだけをぶつけていただけると、ありがたく思います。ありがとうございます。そうですね、まあ、ずっと冒頭からお話しさせていただいてるんですけれども、キャリアの軸がぶれ始めたりとか、はい、私って何がやりたいんだっけとか思い始めた方には、ぜひ一緒に
そこを整えていきたいなと思いますし、もしくはもう自分でビジネスをされているって方も、もっとスケールアップしたいということであれば、一緒に組み立てていくことも可能なので、一緒にそこら辺お話しさせてください。一緒に悩む時間もったいないですっていうのを思いますね。ああ、いい言葉いただきましたね。ぜひ皆さん一緒にね、ゆうさんとね、悩み抜いて、いい方向にね、進んでいただけたというふうに思います。はい。ありがとうございます。はい。今日はお忙しい中、ご支援の方いただきました。ありがとうございました。はい。今日は、ありがとうございます。の、話になりました。皆さん、ぜひとも参加していただけると思います。はい。あさみさん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、すいません。失礼します。失礼いたします。